ぴょん。こんにちは。こんにちは。今日こちらは何の作業ですか？今日はね、草刈り。たまたまね、桃が明日、明後日頃から桜が出るじゃないかな。それでちょっと時間が出たから、大きな草今買ったところですよ。ラビットというこれはね、機械ですけどね。今じゃこういうもんでやるから、割合とね、楽に仕事ができるですよね。まあ時代の流れでしょうね。昔じゃ立ち刈で草かじくったという本だ、それとも鎌で買ったというかね、それが草刈り機になり、それから乗ってやれるような時代に変わりましたですよね。まあそんなところでしょうね。今日はなんだか天気悪くて、山梨も雨が降ってくれそうですよね。全然降らないですけど、草刈りの機械の説明。今これ乗ってるのがね、ラビットって言うでしょ。ちょっと今やってで、これがテーラーね。テーラー、こんな時もあったんだよ。今でもこれ使いますけどね。これどんな時に使うんですか？これはね、普通は種をまいたり、野菜ですね、野菜の畑の草を取るというような時に使うんですよ。これにもね、輪っぱを入れ替えたり、いろいろして使うことがあるんですよ。それからね、今度は乗ってやれない狭いの時にはね、これでやるんですよ。これはモアという名だそうですけどね、同じ草刈り機でもちょっと違うという機械もあるんですよ。おお、なるほど。いろいろあるですね。今度はやるのはね、今度はね、耕運機。おお、これで何をされるんですか？種をまく前にね、いろいろ硬くなってる土地ですね、それと草の場あるところで耕運、耕すですよね。おお、なるほど。そこへ肥料をくれて、いろいろまくというこれ機械ですけどね、今これをやろうというところです。今日何をまくんですか？和太鼓ね、結球、ここが今まく時期ですね、山梨市のですね。その後、今玉ねぎなんかもね、何どうもというふうなことをやっているところです。はい、わかりました。頑張ってください。はい。